どうもプロボーラーのイソピーです。はい、今日はね、このねボーラーズベンチから撮ってます。いつもね撮ってる部屋がねもうものすごい暑くてちょっとね命の危険を感じたんで、今日はねちょっとこっちからのんびりお話をしようかなと思います。で、今日のお話は何かといえばこれですよ。これシャミ、あのボール拭く、ボールのね油を拭くタオルです。はい、これね、もともと何色か色があって、このストームのやつとロトグリップの、ね、やつがあるんですけど、まあ、そのストームとロトだけだったんですけど、今回新たにこれが出ました。ハイスポーツ、ハイスポーツ柄、ハイスポーツのロゴが入ってるやつで、これね色があのこの紫しかないんですけど、この縁のね、この縁の色がこれ赤で、もう一個あります、これが黒で、もう一個黄色かな、なんか3色あります。で、何が違うか、もうとりあえずね、まあ、これちょっと使っ、もうだいぶ使ってあのシワシワになって、元よりちょっと伸びてるぐらいの感じなんですよね。何回か洗濯もしてるんで。ただこれと比べても、いや、まああんまりわからんな、これとだったら多少伸びてるんですけど、この若干サイズが大きい、本当にこの縁の分ぐらいですけど、わかるかな、横こっち合わせて、こっちちょっと大きいね、本当にちょっとだけですけど、多分新品同士だったらもうちょっとわかりやすいかなと思います。で、触ったらすごいわかるんですけど、厚みがある、しっかりしてる、本当にね厚みがすごいあるんで、あの重量感というほどではないんですけど、明らかにねこっちに比べるとオイルを吸う量は多いだろうなって思うぐらいしっかりしてます。はい、でもちろんこれで物は良くなったっていうのはまあわかるんですけど、あの何が一番変わったか、あの値段、こっちのねハイスポーツストームの方のシャミは定価が3,200円なんで、まあ普通にね、あのネットとかだったら多少安いですけど、やっぱりそれでも3000近くしてしまうんですよ。はい、でこっちのハイスポーツのシャミはなんと2,500円、定価ですよ、定価が2,500円なんで、実売2,000円ちょっとぐらいです。だから定価でいうとね700円ぐらい安くなってるんで、まあ、実売、あの実際買う値段としては500円ぐらい安い、うん、すごいすごい安い。やっぱりね3000近く出すっていうのと2000ちょっとで買えるっていうのは、これ感覚的にねだいぶ違うんで、まあ、そういう意味でもねいいかなと思います。まあ、で、あのこっちのやつとかに比べてこの色がね、あの、まあ、汚れが取れたってはっきり分かりやすいんですけど、あのプロボーラーとかにサインをしてもらったりするのにもすごい色がはっきり見えやすいでいいかなと思います。こっち、まだこっちもね今のも1回しか使ってないんですけど、これ新品です。あの簡単にさっとねこういう感じにサイン書いても、あのすごい分かりやすい、うん、でやっぱりね厚みがしっかりしてるっていうのが僕的には一番いいかな。このね人にこのサイン会のプロボーラーに書いてもらったりとかねするのにもちょうどいいでしょうし、でそこでね元の値段が安ければなおいいしっていう感じでね、本当にねこれおすすめです。この実際使って拭いてみた感じもすごい取れそうなんで、だから、ね、その分ねしっかり取れそうなやつって新品の時ね、あのボールを乗せた時に滑らないんですよ、あんまり。ちょっと、そう、今ね、あのちょっとうちのバイト君が投げてる横なんで、これを拭くときにこれがねよく取れるんですけど、さーって、ま、滑りづらい、まあ、これはね本当にそのあのしっかりこの皮があの汚れを取れる証拠なんで、なんでだから本当にあの他のシャミーと革製品とかでも最初新品の時からあのボールがあのスルスルって滑るようなやつっていうのはどうしてもこの汚れ取れるのが甘かったり、あのもうすぐ、ね、油吸わなくなったりっていうような印象があるんで、
この新あの新しい時にこのボールが引っかかるぐらいっていうのがあのまあいい目安かなと思います。こういう意味でもね本当にこのハイスポーツシャミおすすめです。もうこれ発売されてもう8月のね上旬何日ぐらいかな忘れましたけどもう発売されてるんでぜひおすすめです。もう今ちょうどねお盆休みですけどまだ在庫はあると思うんで、これの縁が赤と縁が黒と縁が黄色だったかな、まあなんか3色あるんで、まあ、そういうのもね、好みに応じて、注文してもらえたらなと思います。っていうね今日はただこのねハイスポーツのシャミがちょっと安くて分厚くていいよっていうだけのお話です。はい、本当にね実際ねうちのお客さんにもパッと見せてすぐ注文くれた人もいるぐらいなんでいいと思います。はい、よかったらね、こちらハイスポーツシャミぜひ使ってみてください。はい、っていうぐらいでね今日は終わりたいと思います。ご視聴いただきました皆様ありがとうございます。それでは。